声の大津市議会だより、令和4年5月1日発行第155号2月通常会議をお届けします。2月通常会議を開きました。2月21日月曜本会議議案の提案説明3月2日水曜代表質問3日木曜から8日火曜 本会議、質疑、一般質問、10日木曜から11日金曜、予算決算常任委員会、新年度予算の審査、14日月曜、予算決算常任委員会、補正予算の審査、15日火曜から17日木曜、各常任委員会、22日火曜、 各特別委員会23日水曜予算決算常任委員会新年度補正予算の討論採決教育構成常任委員会25日金曜教育構成常任委員会本会議討論採決本会議の概要2月通常会議 2月21日月曜から3月25日金曜33日間。令和4年度予算などについて活発に議論。ウクライナ情勢、市民病院に関する決議案を可決。2月21日、2月通常会議を開会し、3月25日までの33日間、 令和4年度予算案をはじめとする56件の議案が市長から提出され、慎重に審議しました。市議会としては2件の会議案を可決したほか、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議と、地方独立行政法人私立大津市民病院以下市民病院に関連する2件の決議案を審議し、 このうち2件を可決しました。代表質問では5つの会派が、また質疑一般質問では29人の議員が登壇し、新型コロナウイルス感染症以下新型コロナ対策関連をはじめ、市の重要施策について活発に議論を展開しました。56件の議案を慎重に審議、 全議案を可決同意。本通常会議では、令和4年度当初予算をはじめ、事務文書条例等の一部改正など、合計56件の議案が市長から提出されました。議案の審査を行う常任委員会で、新型コロナの影響により、一部の委員が参集できない事態が発生しましたが、 議事運営を継続する手段として、令和3年8月通常会議から各常任委員会で実践的に取り組んできたオンライン会議システムを活用した委員会運営の知見を活かして円滑な議事運営を行うことができました。採決の結果、すべての議案を可決・同意しました。 市民病院の医療提供体制の確保を求める決議案を可決。地方独立行政法人化して2期目を迎える市民病院は設置者である市が中期目標に掲げた市民に寄り添った直し支える医療の実現に向け経営改善に努めています。一方市は財政基盤の安定化や コロナ禍における感染症救急外来の迅速な整備に向けた財政的支援などを行ってきました。しかし、令和4年に入り、外科などの複数の医師が退職の意向を示し、市民や患者、医療従事者に不安を与えることになりました。3月25日の本会議では、 この状況を招いた市民病院の責任の重さと、大津保健医療圏域における医療提供体制に与える影響などに鑑み、2件の決議案が提出され、このうち市と市民病院に対し、市民のためにあるべき医療体制の確保を求める決議案を可決しました。市長は同日の本会議において、 病院からの報告や聞き取りの結果として、理事長などと診療科の責任者との間で、医師疎通が十分に図られなかったことなどで、経営に関する目標や情報が共有されず、対立構造に陥ってしまったと考えられると述べました。また、 病院設置者として市民病院に具体的な診療体制を早急に示すよう求めていること、県や大学、県内病院への協力要請の結果、外科の診療体制や幹部経験のある医師を一定確保できたほか、全員が市内の病院へ移籍予定の脳神経外科は、 移籍先で患者の診療を継続できることなどが報告されました。さらに引き続き設置者として全力を尽くし、大津保健医療圏域における市民病院の役割について、市民病院の自立性、自主性を尊重しつつ、議論を深めたいと述べました。 過去最大規模の当初予算編成を活発に議論。開会日の2月21日は、引き続き新型コロナ対策に万全を期すとともに、時代の変化に沿った取り組み、市総合計画第2期実行計画リーディングプロジェクトの推進を2つの柱とした過去最大規模の令和4年度予算が提案されました。 令和4年度当初予算のポイントをチェック。新型コロナウイルス感染症対策。感染防止対策の強化、生活支援、事業者等支援など、15億738万円。時代の変化に沿った取り組み。1、活力ある地域づくりの推進。 3億942万円。人口維持施策、市内経済の活性化、など。2、デジタル化への対応。7368万円。デジタルを活用した行政サービスの推進。デジタル人材の育成、など。3、グリーン社会の推進。 5,188万円。ゼロカーボンシティの実現。クリーンエネルギーの活用。フードロス対策など。市総合計画第2期実行計画リーディングプロジェクトの推進。1。子育て支援。38億7,536万円。 安心して子育てできる支援の充実、豊かな心と健やかな体を育む環境づくりなど。二、学びの環境づくり、30億3050万円。特色ある学校づくりの推進、生涯にわたる学びの推進など。三、健康長寿、 27億9333万円。地域で支える超高齢社会の形成、介護サービスの充実と医療提供体制の整備、健康寿命の延伸。4、魅力発信と賑わいづくり。18億5005万円。 大津古岸渚公園周辺等の賑わい創出、人が集まる仕組みの構築など。五、暮らし安心、四十六億七千九十万円。共同の街づくりの推進、防災対策の充実、生活を支える地域交通の確保など。 上記記載の予算額は一部の施策が複数の項目にまたがることから記載した予算額が重複している場合があります。最終日には令和4年度一般会計予算に対し8人の議員が討論しました。賛成の立場からは財政規律を堅持しつつ新型コロナ対策を継続し 時代の変化に沿った取り組みと、市総合計画第2期実行計画リーディングプロジェクトの推進にあたって、施策や事業のバランスが取れた予算配分を評価する意見や、時代に沿った取り組みが本市の将来を見据えた課題解消につながることを期待する意見などがありました。反対の立場からは、 小中学校のトイレ改修、小学資金の給与額の引上げなどは歓迎するものの、新型コロナが及ぼす影響の実態に見合う予算措置でないことなどから反対する意見がありました。採決の結果、賛成多数で可決しましたが、市、庁舎の着実な整備や地域医療体制の確保に向けて、 市民病院に対し、市が病院設置者として継続的に支援を行うことを求める意見が出るなど、活発な討論を展開しました。市長が議場で宣言、大津市ゼロカーボンシティ、近年気候変動による深刻な自然災害の発生を背景に、 世界的に二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すカーボンニュートラルへの動きが加速しています。本市では令和3年12月に第3次市環境基本計画を策定し、令和4年度を2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの初年度と位置づけ、地球温暖化対策を加速させようとしており、 市議会としても代表質問や質疑一般質問において議論を展開しました。3月25日の本会議で市長は市民の代表である市議会に対しゼロカーボンシティを宣言しました。この宣言を契機として全庁を挙げて2050年カーボンニュートラルの取り組みが推進されることになりました。 主な条例の改正。事務文書条例等の一部改正。文化財保護行政及び歴史博物館を教育委員会から市長部局である市民部へ移管するほか、福祉子ども部を福祉部に解消し、部内に子ども未来局を設置するなどします。非常勤消防団員の定員 人面、給与、含む等に関する条例の一部改正。非常勤消防団員のうち、部長以下の年額報酬の額を引き上げるとともに、出動実績に応じて支払う出動報酬を創設するなどします。小学資金給与条例の一部改正。小学資金の給与額を 一人月額7000円から1万円に増額します。令和3年度補正予算。一般会計ではワクチン接種関連経費や住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金をはじめとする新型コロナ対策の追加のほか、医療確保対策、 各種基金への積み立てを含む決算を見通した事業費など、総額64億9700万円余りを増額補正しました。令和4年度当初予算、本年度の主な新規事業や拡充した事業をお知らせします。若者層の転入促進事業、 転出超過状態にある20歳代の若者層の転入に際して記念品を贈呈するための経費自治会ふれあいネット導入支援事業自治会活動のデジタル化を促進するための支援としてデジタル化の手法を学ぶ研修会の開催や個別相談 有料システム導入経費の一部補助などにかかる経費。フレイル予防事業。65歳を対象に、介護予防パンフレットと合わせて、フィットネスジムや、ハリ・キュー・マッサージなどで利用できる体験チケットを配布する経費。地域包括支援センター活動推進事業。 木戸、小松地区及び下坂本、唐崎地区をそれぞれ対象学区とする地域包括支援センターの新設運営経費。スコヤカ相談所運営事業。被営スコヤカ相談所を令和5年度中に平和堂坂本店内に移転させるための関連経費。創業促進補助金。 地域の賑わい創出や経済活性化を図るため、創業者を増やすことを目的とした企業、創業にかかる経費に対する支援。ビワイチプロモーション事業。ビワイチの出発地としての大津の認知度向上などを目的とした PR 動画作成やイベント実施などにかかる経費。 議会関連新規事業広報のあり方検証にかかる業務経費市議会の仕組みや役割を案内するパンフレットや市議会 PR 動画の作成経費